公益社団法人関西に機会は、1964年に、声楽芸術を追求する有志の集まりとして、結成された、声楽家集団。正会員と巡回員を合わせると、2012年、現在、500名を超える。活動拠点を、オペラ公演を行う天ヶ崎アルカイックホール等に置く。事務局は、大阪市中央区内本町にある。理事長は、木。 川田誠が務め、2007年2月に、川田が死亡した後は、倉田博之が務める。2018年12月時点では、米田哲司が務める。関西におけるオペラ講演活動の中心であり、会員になるには、オーディション合格と会員の推薦が必要である。音楽大学大学院を呼び、関西に機会オペラスタジオ研究生家庭本科を終了後1年。 以上経過した後、オーディションを経て、巡回員となる資格を有する。巡回員としての4年間以上の活動の後、オーディションを経て、正会員となる資格を有する。また、社会的音楽活動の実績を有し、関西2期改正会員の推薦を受けることによっても、会員となることがある。定期オペラ公演のほか、文化庁事業への協力、2005年6月に、 タンホイザーをソウルで講演するなど、海外でも活動する。ありがとうございます。